皆さんこんにちは、ペソでございます。桃鉄ワールドね、36年目やっていきましょう。さあ、ウラジオストックからね、上海までということなんですけど、まあ11マスあるんでね、普通にちょっと望み周遊振りましょう。いけるんじゃない？あ、いけますね。あー、近場がいいな。あー、オガンダか。ちょっと遠いね。あ、ダイヤモンドカード振り寄った。めっちゃカード買ってる。あー、バックしたね。あんから、あー、北側から街道中魂胆か。あー、取り返してくれた、よかった。兄弟も来た。ところがザンビアですね、唯一行ってないとこ。これでアフリカ大陸制覇。ああ、そうか、ザンビアもまた買いに来ないといけないんだよね。のぞみ、行きましょう。はい。ああ、十分届きますね。中東のバングラディッシュか。ああ、ソンボカードね。ませかな、届くかな。23、一応超えてるけどね。どこだっけ。あー、だだだ、あー、いける、ラッキか。オタワだね。わ、エンマさん6マスしかない。あ、これは踏まれたか。やばい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 。あ、超えてる。あー、よかった。せー、一旦は稼げたね。カードやりたかったな。ほい、あ、やった、サイン攻撃だ。あ、これはごめんなさいね。いいや。そしたらね、文献飛びで、アメリカのピッツバーグだね。
あの辺ないから、あのデトロイドとか、まあ、ちょうどいいかもね。で、買う言うてもね、1400億だから、6マス前だからちょうどよかった。これはいいです。はい、そしたら無制限で、おっとっと、残す。はい、近場、よし、スイビオンか。てるね。おお、一個変えてくれない。じゃあ先生、じゃあ望みカード、ほい、あ、でかい。あー、どうしようかな。あー、でもみんな寝てるからね、ちょっとバルセロナ押さえときましょうか。でもサッカークラブは買わないけどね。ここまでやない、ガウディ記念館まで。はい、ちょっと4兆円貯めるまでは節約。これ4マス手前なんでね、無制限カード使えば。よし、レンチャンボールなんとかいけてる。もうちょいだけどね、あと1700億、ゴール3回分ぐらいかな。あ、いい、終わった。あ、ヨッキーさん冷めちゃった。おお、特急、おお、しょぼい、豪華。これは助かったな。はい、おお、あ、油田はありがたいね。さあ、望みカードで、うわ、11か、なんとかいけた。これも買わないですよ。はい、あー、また近い、ラッキー。新幹線使ってきた。わあ、チャージしすぎた。見間違えてた。エマさんが6マスやったから。あー、危ない危ない、無制限使うとかやった、間違えて。さあ、望みですね。あ、いけるね、19やったらもう間違いない。さあ、ここで、ちょっと遠いとこがいいね。できたアジアよりですね。
次のゴールで多分4兆超えるんで、ほい、おお、ちょうどいいじゃないですか。もうどういく？ああ、なるほど、ソロモンにワープするのか。ああ、だいぶ10マスよね。ああ、だいぶ短縮やね。カードか。じゃあ望みカードで、ああ、なすりつけられる。うわー、追いかけっこになるな。困ったな。近かったからね今回。うわー、油田と超高速ビルね。ライト兄弟来たよ。あー、じゃあね、これ、うん、威力つくなら近いですよね、多分。うん、これが一番、あ、ちょっと、だからね、連打するからいつもサイコロ打っちゃう。まあ、これで望み使ったら13マスやから、なんとか射程圏内でしょう。ほい。よしよし、いける、オッケー。さあ、これでちょうど、うん、いいとこまで来ましたね。はい、ああ、遠いわ今度は。トラに翼か。あー、せやね、使い込んでる。これちょっと捨てとこうか。はい、買い占めるためにね、資金が欲しいんでね、どうしても。あー、なるほど、なすり付き合いか。ではね、桃太郎ランド買っちゃいましょう。ついに2マスやね。はい、はい、やったー。はい、たった今別荘社長さんが桃太郎ランドを購入しました。これね、シルバーカードとか効かないんですよね、確かね、シリーズ的に。4兆ビッチ貯めないといけない。今度は絶海の孤島の上やねんね。海抜的にどうやろうね、Cとかディズニーランドとかと比べてね。エンターテインメントの殿堂桃太郎ランドを手に入れた別荘社長は、文化の明るい社長さんとして世界中から尊敬を集めるようになりました。これからも世界の平和と発展により大きな貢献をしてくださいと。桃太郎ランドのご購入ありおめでとうございます。ありがとうございます。お、漏れちゃうぞカード。なるほどね。ぴったり固まって。だけど足元カード持ってたんじゃないかな。あ、そうやね、うん、さあ、ホノルルなっちゃったからな。ね、行くのもあれやね。あ、そうや、
使えるとこが出てるはずなので、俺らはまあ最後でいいんですけど、サマーラか黄色めな、サマーラいっとこうか、ゲームやし、うん、そうですよね、ここなら変える。これか、あ、こっちでもよかったんだ。一旦かわしたということか。どうなってるかやね。前回6000億ぐらいでしたけどね、単純計算して4兆あ8000億増えるんだ。そうですよね、1兆4148億の1710万と、で再これが、総資産が10兆2311億8420万という状態ですね。制覇まであと60件というところでございます。まあ、ロシア2つ押さえたら、あ、そうか、あと北欧があるのか、なんとかちょっと寄りながら行きたいですね。というところで、終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。